よし、起きよう。戻りました。あっつ、もう汗すごい。よし、ということです。もう少しだけ二の腕と腸腰筋のトレーニングをします。あー、うまい。モルワニーでケアをしていきます。あ、そうそう、昨日ネイルを変えまして、クリアとブルーで夏っぽくしてみました。お気に入り。よし、それではボイシーを撮っていきます。ごめんなさい、ついてないよ。あれ、マイクの調子がおかしい。マイクの調子がおかしいぞ。あれ、やり直し、やり直し、気を取り直して。おはようございます。ポジティブマインドの作り方ラジオの春菜です。先送りにしない仕事術ということで、あ、これちょっとお話ししたいというふうに思ったので、今日はその内容でお話をしていきたいと思います。
よし、収録完了しました。ということで、大急ぎで、暑い、また汗かいちゃった。大急ぎで、化粧して、髪の毛をして、出る準備をしていきます。よしよしよし。ちょっと新しいアイテムを手に入れまして、これ、ドライヤーなんですよ。めっちゃおしゃれじゃないですか。スタンド型のリモコンがついてきて、で、リモコン押すと、ね、髪を乾かしてくれるっていう最高のアイテムでして、そう、私髪乾かすの本当嫌いな時間なので、ちょっとこれをね取り入れてから、最近朝も汗かくから、ちょっとシャンプーはねちょっと頭皮を傷めるっていうことでしないんですけど、濡らして汗流してちょっとトリートメントだけしてるんですけど、この化粧をしてる間に髪を乾かせるっていう、めっちゃ時間を効率的に使えるじゃんっていうことでね、最近手に入れました、ね、しかもめっちゃサラサラになるんですよね。ということでね、ベラベラ喋ってないで、ちょっと時間がないので急いで支度をしてまいります。準備できました。だいたい今多分15分ぐらいかな、トータルしてたんですけど、だいたいもう髪だけね可愛くたし、こうやってすごいね綺麗にまとまるんですよ。これはダイソンのいつも使ってるのよりいいかもと思って気に入ってます。また詳細はね購入品紹介でね紹介できたらと思うんですけど、はい、ということで髪の毛をやるぞ。今日は最近お気に入りのこのレザーとチェーンの組み合わせのバンドでいきたいと思います。内側はこうクロスになって可愛いし、表面はこんな感じでチェーンが可愛いです。イエイ。髪を巻いていきます。最近ですね、多分ねすごくありがたいことにコメントで垢抜けましたとか綺麗になりましたって言ってくださるんですけど、一番変わったのは多分前髪の巻き方で、顔タイプ診断して自分がエレガントって分かってから前髪作るのをやめて、最近あのちょっとこうやって前髪を立たせて、でこう流すっていう、ちょっとこのかき上げ系にしてるんですよ。そう、多分それが一番大きい違いだと思う。顔タイプ診断大事だなと思って。でもね、妹とか後輩にはですね、これをするとちょっと年齢がより老けて見えるとかね、強そうに見えるから前髪ある方がいいって言われることもありまして、どっちにしたらいいんだろうってなってます。でも一旦今は最近ちょっとかき揚げ風気に入ってるから一旦これでいっかと思って。顔周りも結構大事でですね、これをちょっと内巻きしてこう後ろに流すみたいな。暑くて汗かくと落ちてきちゃうから、ちょっとだけケープでシュッシュッシュッってしてこう止めとくって感じです。よし、ということで後ろも巻いていきましょう。縦に巻いて外して内巻き。縦に巻いて外して内巻き。ナインのいつものオイルをたっぷりつけて、ちょっとパサパサ感をなくしてツヤ感を出して完成です。前髪がまあうまくいかなかったけど、はい、ということで準備完了いたしました。今日は去年ユナイテッドアローズで買った黒のワンピースです。これマジで形が綺麗で、袖のところもちょうどよくこの肩の張りが隠れるし、これね今ベルトつけてるんですけど、ちょうどくびれの部分がキュッてなってるデザインで、丈もちょうど足首なので骨格ストレートの私にはぴったりのワンピースです。ちょっとね見てみたらピンクの色味だけ在庫が残ってるみたいで、一応 URL は貼っておきます。ジュエッテのネックレスとネットで買ったピアス、これ最近可愛くて気に入ってる。またこれも URL 載せておきます。この結んでるみたいなデザインになってるのが
お気に入りでございます。はい、あとリップはですね、そうリップもご質問いただくこと多いから紹介しようと思って、こちら相変わらずお気に入り、落ちづらくてうるっと見えるロム&の今は17番プラムコークをつけております。ウィンターさんにぴったりなちょっとこう深みのある赤がおすすめでございます。はい、ということで本日はですね、もうまた一日中打ち合わせっていう感じでですね、午前中打ち合わせ一件やったら、その後全社会議で7月から第4クォーターが始まったので、そのキックオフがあります。で午後はまたお客さんとの打ち合わせとか社内の打ち合わせとか全部で6件ぐらい入ってるので、今日も打ち合わせ三昧の一日になりそうです。頑張るぞということで行ってまいります。お、変わってる。おはようございます。すごい、オフィスがめっちゃ変わりました。すごい、ちょうどその日だった。あ、グリーンも生えてる。ジャングルみたいになってる。すごい、ちょうど今日来たタイミングでオフィスがめっちゃ変わってました。ここは休憩スペース、個室ができてる。じゃーん、おしゃれです。お願いします。お昼と食べる間もなく、ここから怒涛の2時、3時、4時、5時、6時か5件打ち合わせなんですけど、どうしよう、どっかで間ができたらちょっと今食べれるかなと思ってね、お弁当頼んじゃったから、 Uber でそれをどっかで合間合間で食べようと思います。ということで、まずお客さんとの商談に入ります。あ、お世話になります。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。
なんか寂しいね、こんなに、あんなにソファーがあったのに全然なくなっちゃった、全然なくなっちゃった。後でやろう。お世話になります、中山です。お待たせいたしました。ありがとうございました。お疲れ様でーす。お客様からお中元。お中元いただきました。山です。あ、お世話になります。すいません、先ほどお電話いただいたみたいで。ということで、本日1日終わりました。ちょっと急いで買って簡単ご飯を食べて、今日は早めに寝たいんだけど、まあ無理かな。ということで、とりあえずスーパーに寄って帰ります。よいしょー。ということで帰宅いたしました。ちょっとね、今日はホットヨガかサウナかなんかデトックスに行きたいななんて思っていたんですよ、仕事が終わったら。なんですけどね、女性の月に一度の体調不良の日がやってまいりまして、しかもなんか鼻水も出るし、あんま体調良くないから、今日は家でゆっくりしようということで帰ってまいりました。体調良くないって言っても全然それだけなんでね、大丈夫なんですけど。そうで、最近ちょっとお家でヨガできるプランみたいなのにね、フォロワーさんに教えてもらって登録したので、それやってみよっかな、どうしよっかなって悩みながら、とりあえずお腹が減ったのでご飯を用意していきたいと思います。イエーイ。やばい、ソファーでちょっとだけと思って、お酒飲んでもいないのに寝落ちしました。あー、やってしまった。今9時50分。ということで、ちょっとお腹減ったからご飯をね、今日の
ご飯はもやし豚しゃぶ、しゃぶじゃないか、もやし豚蒸し、蒸しもやし豚みたいな感じで、料理全然しないんだけど、これだけはいつもたまに無性に食べたくなって作るんですけど、あー変に寝ちゃったよ。大好きな大豆もやしとこの豚肉の薄切り、これで下にねお水入れて、これで少し蒸します。これだけで、あとネギとポン酢かけて食べるんですけど、ヘルシーだし美味しい。ちょっとお米っぽいの食べたいけど、さすがにこの時間なのでオートミールでいきたいと思います。あー、そんなこんなした間に豚もやし完成。 I never want to say I won't be the best。 オートミールもいい匂いする。完成しました。あとこれちょっと滋賀に行ってきたので、その時買った滋賀名物の赤こんにゃく、これも大好きなんですよ。よし食べよう食べよう。よいしょよいしょ。このポン酢をこちらにかけまして、うわー美味しそう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 。完成です。はあ、ちょっと寝落ちをしてしまってスタートダッシュが遅れてしまいましたが取り戻します。いただきます。おいしい。夜はエプサムソルトを入れます。いいお湯でした。最近ですね、化粧水と乳液をじゃーん、ポーラの BA ローションと BA ミルクに変えてみました。ちょっとねずっとイプサだったんですけど、肌が慣れてきちゃうって聞いて、だいぶイプサは使ってたので年齢もありますし変えてみようということで、ちょっとまだ吹き出物できちゃったりはあるんですけど、それは本当にあの睡眠不足と食生活が良くないからで、なんか正しい生活したらめちゃくちゃお肌にちゃんと効きそうな、しっかり入り込んでくれるし香りもいいし、ちょっともうちょっと使い続けてみようかなと思っております。
中になって見てたら1時半になっちゃった。よし、ちょっと一旦ここまでの分で明日の朝は皆さんに紹介しようかな。悩んでるけど決められないやつも多いから、それは動画の中で相談しようと思います。皆さんおすすめ品教えてもらおうと思う。ということで寝よう。寝ます。よいしょ。お疲れ様でした。ナイトキャップつけて今日も寝ます。最後まで見てくださってありがとうございました。おやすみ。Am I in the high of you, bouncing up and down, far above ground?